中央寺は北海道札幌市中央区南六条西二丁目にある総統州の仏教寺院。三号はミノルアイ山。大本山永平寺寺下松。1874年創建。会期は総持寺東京出張所の薬草を務めていた西有牧山。西有は1874年8月に海峡の命を受けて都道し、 各地を巡回した後、開拓市に赴き、大宝岩の松本重郎を解き伏せて、現在の中央区南二条西九丁目に小教員、建設用の敷地1620坪の提供を受けた。同年12月に西有に随行していた小松一万州の敷により、同地に札幌小教員が建設された。翌年中教員に昇格し、百七十九年には、 本堂が完成した。1881年総統州州務支局と解消し、翌1882年に自業交渉を認可され、中央寺となった。1892年に南六条西二丁目の現在地に移転した。創建以来、当時は総統州の北海道における不況拠点としての役割を担い、歴代住職は、 道内各地に次々と松寺を混流していった。その数は現在までに29を数え、孫松寺を含めると道内でも屈指の規模を誇る。このような創建と発展の経緯が示すように、当時は歴史的には僧侶が修行する寺というよりも、断信との信仰のために存在する寺であるという側面が強かった。そのため座禅修行を重んじる総当宗の寺院で、 ありながら、僧侶による本格的な座禅修行は長く行われていなかった。1976年に住職となった宮崎駅保はこの状況を憂い、就任早々寺の規則、山内忠を定め、僧侶たちに対して厳格な座禅修行を義務付けるようになった。宮崎と公認の住職、坪田春光の尽力により、1996年に 正式に総動の認可を受けた。ありがとうございます。